なんか今一瞬止まってた、もしかして気のせいかな。なんかさ、止まってたよね。なんかすごい止まってる感覚がした今初めて。あ、ループか、なんだ、なるほどね。丸暗記ループしてたの、めっちゃ気まずいんだけど。何それ、気まずい。なんか悪意しかなくない、そこループとか。気まず、相当み、なんか相当見ろって言ってるみたいじゃない。気まずすぎるんだけど。何それ、ひたすら言われた、だって気まず。まあ、ひたすら見てください。もう毎日一回見たら、毎日一回見たら、今月は何日まであるっけ、31日じゃないよね。だから30回見れますね。あれ、11月って29日までのやつだっけ。11月って何日まであんの、30か。あれ、29日はさ、何月でしたっけ。9月か。あれ、2月だ。そうだ、2月と4月と9月と11月があれだよね、30日までしかないんですよね。そうだ、だから30回見てください。1日1回見れますので。あ、危ない、携帯落ちる。ルードしね、ルードし。初ランウェイの日覚えてるね、よく。そうだよ、2月29日は私が初めてランウェイに立った日です。よく覚えていらっしゃって。そうですよ、2月29だよ。記念日、こんばんは。今思いました、よくできました。アイコン変えたいんだよね、でもツイッターの。なんかずっとこすってる人みたいで嫌なんだよね。いや、なんかいいんだけどさ、すごいいい日だから全然。そう、なんかいつまでそれなんみたいなさ感じじゃないですか、私の今のアイコン。だからさ、変えたいんですよ今アイコンを。ツイッターの、インスタも変えたいけど、ツイッターの方が変えたい今とても。でもね、いい写真がないんだ。なんかアイコン、そう、なんかどれがいいですかってファンの方によく、よくは聞かないけど聞くんですけど、決めるときにね、結局なんかいろんな写真、これがいいと思う、これがいいと思うって言われすぎて、結局自分で選ぶんだよね。そう、だからね、分かんなくなっちゃうんですよね。難しいね。でもアイコン変えたいのは、まあそうだ、ヘッダーはお気に入りだから変えないけど、アイコンは変えたいんだよね。こんばんは。髪も伸びたしね、インスタは特にね、これぐらいの時のさ、時の写真だから。こんばんは。明日は公演で、その次は FC 岐阜ですよ、皆さん来てね。岐阜はでもその日混むらしいから、混むらしいんで、来てくれる方は
早めに来てください混むらしいです。まあ、何がとは言いませんが混むんだってさ。こんばんは。まあ、前もって来るのには悪いことはないと思うので、もう早く着きすぎるぐらいでいいんじゃないでしょうか。こんばんは。今日はインスタライブもしたいので、何時までやろう、迷いますね。久しぶりにカメコできるの嬉しい。顔コンディション良くしておかないとだ。バンジー見たよ。ありがとうございます。ありがとう。いやほんと最近のトーク会は誕生日おめでとうか、なんか最近大人だねか、バンジーかぐらいまああとなんかかなの話題しかないってぐらい、そういう話題多め。まあそれだけすごいなんか多くの人がバンジージャンプ見てくれてるの嬉しい。ただ私がね楽しく飛んだだけなんですけど、すごいねって頑張ったねって尊敬しますって言われて、すごいなんか一石二鳥って感じがして良いですこんばんは。45分までショールームします。ここからモバメ送ってインスタライブする。いい計画、いいですね。こんばんは。明日髪型何にしようかな。何がいいかな。こんばんは。何がいいかな。ギフトありがとうございます。ありがとう。ここはポニーテールかポニーテールかポニーテールかなもうポニーじゃん。明日はひなのに舐められないように頑張って。明日ひなのいないんだよね。なんか不在なのでいないんですよ。うん、こんばんは。そういないんですよ。ひなのいないね。ひなと宮丸がいないの初めてだよね。絶対どっちかはいたからさ。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。ひなのはでも3つ違うのか。3つも違うんだ。なんか悲しいね。3つしか違わないんだな。なんか
もうちょっと離れててほしい。しっかりしすぎて。最近すごい思うんですよね。そう、いや、ひなのポジは予想つくでしょ、さすがに予想つくでしょ。わしやなって。その12曲戻れます？一番前だよ、誰もいないよ前に。間違えれませんけど間違えれませんけど、できるんですか？終わった後多分武漢さんに怒られるよ怒られますよ、何してんねん何してんねんって怒られちゃうよ。何してんねんって、お前出るなって言われちゃうよ こんばんは。ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは。こんばんは。そっか、もう声出し公演か。いつですか当落？もうすぐじゃない？でも10日でしょ本番。もうそろそろさ、あれだよね多分。あとだってもう6日だもんね。やば、本当に声が聞けるのか。どういうコールなんだろう、楽しみだね。とてもこんばんは。あ、火曜日か、7日で8日だっためっちゃ7日だ、7日やんと思って、8日やった。8日か。こんばんは。みんな当たるといいね。でも人数少ないんでしょ。この曲でこういうコール欲しいとかメンバーがあるのかな。でもなんか雰囲気に合ったコールがいいよね。なんか分かります？そのコールもやっぱうれしいんだけど、そう、その曲の雰囲気に合ったコールが聞けたら嬉しいですね。はい。え、8に当落なの？え、10日じゃない？本番10日で8に、え、わかるの？めっちゃ遅くない？え、びっくり。めっちゃあれだね、ギリギリじゃない？え、ギフトありがとうございます、ありがとう。とにかく楽しみですね。こんなにも早くまた私がコールが聞ける公演に出れるだなんて、とても嬉しいです。手綱でも聞けて、 S 公演でも聞けて、なんということでしょう。こんなことがあっていいのかっていう感じなんですけど、嬉しいです。そっか、秋元さんの曲じゃないから。そうだよね、難しいんだね。コール用意に DJ コウさん呼びますか。いまだにさ、たよつば踊ってるとさ、もうなんかイエーみたいな声どっかから聞こえてくるような気がして楽しかったな、周年のたやつは。いまだになんか空耳で聞こえてくる感じがずっとしてんだよな、イントロとか特に。
ヤクルト戦がぶどみしてきた。ヤクルト戦最近飲んでないな。飲みたい。でもなんか精神グロービングとかはコールがあり、コールあっての曲とかかもしれないし、もしかしたら精神グロービングとかはね、楽しみだね。覚えてきてね、これ簡単だから、これできるだけでも精神グロービングがすごい楽しくなると思うので、簡単ですね。こんばんは。 DMM で見れる。そう、なおさんと須田さんと周年のコンサートが DMM で配信されているみたいなので、皆さんぜひ見てください。よろしく。めっちゃやってます。素晴らしい。いやでもなんか何話そうとしたっけ、わからん、忘れちゃった。コールいらないかなって曲ある？いらないかなはないけど、なんか落ちサビとかさ、落ちサビっているかなってなっちゃうんだよな。そう、なんか私がでも言えることじゃないからわかんないんだけど、でもコール聴けるだけで嬉しいから、全然本当にしたいと思ったとこで名前呼んでいただいて、まあでも自己紹介言えないんだもんね多分。だからあれだね、確かにジャック食べたって、ジャックすごそう。ゆっくりやっていいですよ。何十回これだけです。何十回恋しても何百回涙してもこれです。何は、まあ、メンバーの方に向けて、10で自分にペッて10こう何こうやって回します。何十回です。何十回たったこれだけでございます。5秒で終わります。何十回です。そう、これができればもう超楽しくなるので、みんなよろしくお願いしますね。簡単です、よろしく。難しいんだが、クソだろ。嘘だろ、簡単だよ。何十回覚えました、偉いです。何十回手はこれね、ゴナジャンプね、ゴナジャンプの手です。手マウスゴナジャンプ、これだけです。これ1サビ2サビラストサビって全部出てくるので、このこれは覚えておくと楽しいかも。もっとね、よろしくお願いします。すごいお風呂の音が鳴ってますね。いや素敵だよね、1サビ2サビラストサビ全部さ振り違う曲とかあるのにさ、青春グロービング全部一緒だもん。最高。動画上げてください、ツイッターに。じゃあ誰、明日誰かと撮るわ、青春グロービングフリーレ講座。みんなそれ見て覚えてください。じゃあ何十回何百回誰と撮ろうかしら。昔は振りコピばかりしてた。でも振りコピしてる人って単純にすごいなと思って、普通にすごくない？シンプルに、だって私たちがめっちゃ頑張って覚えてるダンスをだって踊れるんでしょ、手だけでも。すごいよね、天才だと思う。
まあでもこうやって練習すればできるってことですよ、ある意味。練習してできないものはないって思って皆さん頑張りましょう。私も覚えれない時は過去の自分できてたなって思って頑張るかする。もうそうやって思わないとできないとか、私より後輩の子が踊ってるのを見て後輩ができるなら私もできるだろうっていう考えを持ってやってますね。そうでもしないと覚えれないから、自分がそうやって頑張って覚えてるようにしてます。覚えれない時はね、どうしても。ギフトありがとうございます、ありがとう。でもでも私やったことないの、やってみたい。でもでもの涙、追い込んで覚えるのね。うん、基本的には劇場公演とか覚えるときは全部振りだけ最初に覚えますね。で振りが本当に誰をなんか振り V とか見なくてもちゃんと自分で踊れるようになったら、立ち位置覚える、立って実際に。もうね、最近やっと分かったんですよ、自分の覚え方が。そう、やっぱ振りも分からずに立ち位置も覚えようとするとやっぱ2つ覚えることになっちゃうから、それはダメだなと思って先にどっちか覚えることにしたの。そう、振りを先に覚えるっていうことをした方が効率がいいってことに気づいたので、まあ自分のやり方なんですけど、私は2個同時にできるような要領のいい人間ではないので、そう、振りだけを最初にもう振り笛で見まくって覚えてから立ち位置を覚えるっていうやり方です。立ち位置むずそう、むずいね。うん、難しい。なんか逆に同じ番号とかいっぱい立つと逆に難しかったりする。どこでこの番号だっけみたいな。番号だけじゃないし、しかも線とかセリナカとかそういうのも覚えなきゃいけないから、なんかなんなんと思ったのが、ゼロ紙ゼロ下は分かるんだけど 0.5 紙 0.5 下みたいな、どっ、え、一緒じゃないみたいな。 0.5 とゼロの違いは何なんですかみたいな。ゼロ下と紙みたいな、わかんないなってなったりとか、なんか 5.25 とか 5.25 ってなんやねんみたいな。もう5と多分 5.5 の間なんだろうけど、もうむずい。あと、まあ、4.75 とか、まあ、4外とか4内とかもあるけど、そう、本当にね細かいんだよね。まあ大きいコンサートとかになれば30何番とかあったり、19点何番とか、そう、そう 0.25 はまあ全然あります、本当に。全然あります、珍しくないこの番号は。そう、気持ち、なんかゼロ紙なんだけど気持ち打ち入ってとかさ、何みたいな。そう、本当に分からん。私なんかライブとかだと番号と番号の間が90センチになるんですよ。そう、でも劇場公演は60センチなのね。そう、だからライブとかだと劇場でちょっと遠いなと思ってる立ち位置でもライブとかになるともっと遠くなっちゃったりするのね。そう、だから難しいんですよ、とりあえず。あ、まあ3人の場合は0.03か、まあ 0.1.5 とかじゃないですかね。0.1とかかな、 0.2.5 とか。ただそれが大人数になるとちょっと難しいよね、先生もね、立ち位置いっぱい変えたりして。なぜ覚えられるのか分かりません。でもお仕事だから楽しくてやってるから覚えられてますね。そんな感じですか。じゃあこのあとインスタライブやるので、モバメ送ったらインスタライブするので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。今日も、明日は劇場公演17時からです。
見に来てください、見に来てくださいじゃない、見てね。劇場に来る方はお気をつけて、 DMM で見る方も楽しみましょう。ありがとうございました。バイバイ、また明日ね。おやすみなさい。バイバイ、ありがとうございました。またね。